フェルミ研究所へようこそ。こんばんは。女子に可愛いと言われたことはありますか？女子が男子を可愛いと思う瞬間はほとんどギャップがポイントになっています。その究極の部分がヒモ男です。今日はそんな女子が男子を可愛いと思う瞬間を5つ解き明かしていきましょう。料理を美味しいと言って食べてくれる。うまい、これ本当にうまいよ。本当？ご飯をパクパク食べる男子を見ると女子は可愛いと感じます。特に彼女の手料理を美味しいと言って食べれば萌えキュンポイントを荒稼ぎすることができます。逆に小食の男性はあまり受けが良くありません。女性はやはりたくさん食べる男子が好きなのです。と言ってもブサメンが美味しそうに飯食っててもイライラするだけなんですけどね。無邪気な笑顔。お、ジュースを取った。一本いりますか？ありがとう。ヒモと呼ばれる人たちは子供っぽい笑顔をすることができます。例えるとミスチルの桜井さんのような屈託のない笑顔です。ああいう無邪気さあふれる笑顔に子供っぽさを感じて女性の守りたい欲求をうまく引き出すことができるのです。特に寡黙な人が見せるくしゃくしゃの笑顔は大きな胸キュンポイントの一つです。甘えられる。ねえ、膝枕してほしいんだけど。しょうがないにゃ。さて、ここでもギャップが効きます。普段は寡黙でシャキッとしている彼氏が二人っきりになった時だけ甘えると女性は可愛いと感じます。例えば真面目そうな人が膝枕をねだってきたりとかですね。その他にも真面目そうな人が絵文字付きの LINE を送ってきたり、スイーツ好きだったりというのもギャップ萌えです。そういった普段とのギャップを二人っきりの時に出す方が男子はいいということになります。普段からヘナヘナで二人っきりの時さらにヘナヘナなお前らも見習ってください。ダメさにキュン。あーやべ、お店の予約間違えたわ。ちょっと、意外かもしれませんがダメな男が好きという女子もいます。例えば部屋の掃除ができなかったり、仕事でミスをしたり、お店の予約を間違えるなどドジな一面がある男子を可愛いと感じます。まあつまり程よいおっちょこちょいさがいいのですね。仕事も家事もできるいい女性ほどこういったダメ男にはまります。一生懸命な姿。塩を小さじ3杯か。その後に豆腐は大丈夫？さて最後は一生懸命な姿です。これは男性も女性も変わらず魅力を感じるポイントですね。一生懸命不慣れな料理をしている姿や部活をしている姿、仕事をしている姿にキュンときている女子は多いのです。特に普段だらしない人が一生懸命仕事をしている姿はより魅力的に映るでしょう。以上5つが女子が男子に対して可愛いと思うポイントです。まあこれをすべてやれる男子はヒモ男のセンスがありますね。今日の授業は終わり。また来てね。